日本の皆さんこんにちは、アサバビ日本語チャンネルです。まだコンベンションの Vlog シリーズ終わってないんですけど、あと1話なんあるんですけど、マテルのトイストアにまた行ってきましたので、その様子先に、ちゃちゃっとご紹介したいと思います。もう月1ですね、今は行ってますね、確実に。はい、うちからほんとちょうど45分ぐらいで、いつもはだいたいね土曜日に行くことが多いんですけど、この日は水曜日だったかな、平日に行ってきました。平日のねお昼ぐらいかな。今週4とかで空いてて結構トリッキーなんですね、コロナになってからちょっとオープンアワーがちょっと変わってね。今日はまだ夏休みなんで、平日だけど子供さんもいらっしゃいました、ね、たくさん。はい、今週のディール40ドル以上お買い物で、こちらのセットがなんと10ドルで購入できるというね。いや、あれずっと狙ってたやつだったんでね、おーと思いました。はい、でまずはバービーエクストラのコーナーから。あのエクストラファンシーあればね買いたかったんですけど、なかったですね、普通のバービーエクストラの2番目のシリーズまで。ただ今回はこのバービーエクストラミニちゃんのトランクのシリーズがすごくセールになってましたね。でこの辺は変わってないかなと思いきや、ファッショニスタスになんと私が、ずっと欲しかった子が一体だけ、本当にねなぜかあのこの一体だけねあったんですよ。この子、欲しかったのでお迎えです。カービィちゃんで、赤いねブレイズがめちゃくちゃ可愛いんですよ。あとはこの子もあのもう散々ねターゲットとかで見てましたけど、トイストアで見たのは初めてだったんでゲットしました。この子もね裏見てやっと見つけたからね、ファッショニスタスの扱いすごく少ないですね最近。でファッションパックも、探してるマスクの色がねなかったんで、今回はファッションパックは特に買わなかったですね。でこの辺も本当にね全部くまなく見ないと見落としがあるんですね。基本ファッションパックは1個4ドル99が基本の値段ですね。でたまに2ドル99のセールとかやってます。でこっち側はもういつも大きめのドリームハウスとかプレイセットがたくさん置いてあって、今回これ気になりましたね。このお馬ちゃんのセットの着てあのバービーが着てるのがあのオーバーオール的なのが可愛かった、あとはこの辺のスプレーセットももうねもう一回見るんですねちゃんと。でももう一回見てると、あれこんなセットにこんな可愛いお洋服がついてたのとか、ほんとねあるあるなんですよね。最近はこのドリームハウス以外にもこの別荘的なのとか、あとはこのキャンプシリーズがたくさん出てるんで、キャンピングカー、このドリームキャンパーとかがすごくたくさんよく見ますね。あとこの辺のスクーターと自転車、この辺ね乗ってるバービーのお洋服が可愛い。でまあ、この辺は、バリバリのキッズプレイラインなんですけど、とりあえずチェックします、はい、でカラーリビール、キューティーリビール、でビッグシティビッグドリームのシリーズ、このシリーズ可愛いですもんね。でここの辺のプレイセットもいつも同じかと思いきや、あれこれ新しいなんていうのねたまに混じってるんですね。今回は私が気づいてなかっただけかもしれないけど、この
鳥小屋、鶏小屋のが可愛いなって思いました。あとは病院、クリニック系のプレイセット、スキッパーの、ベビーシッターシリーズですね。この辺で、あのプレイグラウンドのセットはもうこの間見てたんですけど、うん、ドレスかわいい、ハート柄のね、うん、こういう感じにね見つけてしまうんですね。でこちらのエンドはこの夏っぽい感じになってました。このセットのドレスかわいい、うん、この辺ねずっと気にしてるやつね。キャリアシリーズがだいたいここの棚にはいつも置いてありますね。この辺のワンピが可愛いんですよね、うん、ギンガムのも可愛い。こういうのは、まあ、ドレスのためだけなんで、私はちょっとセールとかになってたら買っちゃいますね。あとはウィンタースポーツのシリーズが、まだありました。でこのアイススケーターなんと7ドル99に今回セールになってましたね。でマテルトイストアは、このセールの時に買っておかないと、その次の週行ったらもうそのセール終わってるっていうことはね結構あるんですね。日本って1回値段下がるとそこからまた上がるってあんまりない気がするんですけど、アメリカはよくあります。はい、これもね可愛い、このテントのシリーズ、うん、これはちょっとバビドリにいろいろ使えそうな、小物もちゃんと充実してて、実際にあのテントにねバービーたちが入ってる姿の写真がすごく可愛いなと。これね可愛い。でお洋服もちょっと個性的でしょ。ドールね2体ついててかなりお得ですね。あとはこの辺の宇宙系のシリーズですね。アメリカみんな NASA 大好きですからね。でチェルシーの棚、こっち側もチェルシで、残念なことにさらにシグネチャーの段が少なくなってましたね。もう本当に一面だけ、一面とこっちのエンドだけになってて、バービースタイルはこの2番の子でしたね、まだ、うん、もう本当ねこの面にだけになってましたね。ただ今までなかった、今月新しく入った子がいました。お気づきでしょうか。こちらです、ボーイバービー、デイビッドボーイバービーの第2弾。まさかあるって思わなかったから嬉しかったですね。実物初めて見ました。これがね、とってもユニークなんだけど、ちゃんとバービー感残してる感じが私はめちゃくちゃ好き、うん、実際にデビッド・ボーイが、ミュージックビデオで着てた衣装を、まあ、忠実に再現した形ですね。ナイロンスーツ、ナイロン製のスーツで、この靴が超可愛いです。プラットフォームのローファーがすっごい可愛いなと思って、私は、今回お迎えしました。ちなみに
ラバンコックスバービー、私先日にご紹介しましたけど、彼女のドールもありました。これはもう本当何回見ても素敵、日本入らないだろうね多分ね。あとはインスパイアリングウィメンシリーズ、この辺もねなかなか日本に入らないから、私は細々とファンクラブのプレゼント企画用に少しずつゲットして、皆さんがねちょっとでもゲットできるチャンスをねと思ってます。大阪なみちゃんバービーはねさすがに日本も入ってますけどね。いやまたもうちょっとホリデーに向けてシグネチャーのコーナーが増えるといいですね。これなんかね神経衰弱的なゲーム、こうやって他のバービーのアイテム違うねコーナーにこうやって、混ざってたりするんで、たまに別の棚も見に行きます。これねブロックのシリーズの、これかわいいよね。これ日本もあるって私知らなかった。あとバービーユーの再入荷してましたね。お買い上げでね、実は今日はこれで終わりじゃないんですよ。平日だったのでマテルのオフィスビルディングが空いてたんですね。なのでここなんですけど、これが本社ビルのメインビルのね1階に部分なんですけどね、ちょっとこれ買ったドールを車に置いてもう1回行きます。ここが正面の入り口ですね。ちなみにデザイナーさんたちは普段はまあデザインセンターの方にいらっしゃるんで別の建物なんですけど、マーケティングチームの方たちはここのビルで働いてらっしゃいますね。でここまでは入れるんですよ一般人でも、でこの奥入ろうと思ったらもちろん入館証かアポイントメントないとダメなんですけど、ここまではね開放されてるんですね。だからここのビルさえ空いてればここは入ることができます。はい、でも別に何だろうなんかドールが飾ってあるとかではないんですけどね。まあロビーなんで社員さんたちはここでまあ休憩したり、ここがバービースペースですね。ネオンサインとでこの小さいのが点々に見えるのが靴、バービーの靴が一個一個飾ってある。ちなみにここはスタバのコーヒー提供してるんですけど、社員さんしか飲めません。あとこれシャトルバスね、はい帰ってきました。まあ細かいドールレビューはまた後日分けてご紹介したいと思います。まあ簡単にざっくり今日買ったアイテムをお迎えした子たち、ファッショニスタ2人、トボーイバービー、いやーこれは可愛いのとかっこいいのが共存してるめちゃくちゃ素敵なドール、で40ドル以上いったので、このセット10ドルでゲットしました。もう私はこれプレゼントじゃなくてもうドールがね欲しかったんですね。もうピンクヘアのバービーは今もう1体でも多く集めたいと思ってて、ちょっとピンクヘアだけのねエリアとか作りたいなと思ってるんで、あとこのねエキストラの小物セットファッションパックもよく見たらおリボンのバッグがめちゃくちゃ可愛いなと思って、もうバッグのためだけに買いました。あとは、今回はこのね5ドルマテルの子供病院にドネーションするとこのミラーもらえたんで、20ドル分寄付してきました。4つね、はい、ミラーゲットしたのでまたねラッフルとかに出そうかな、まあ今日はこんな感じです。月1ってもなんだかんだゲットしてきますね、来月また楽しみ。バービーエクストラファンシーとかね入らないかな、あと新しいリビンドなんか入ってくれてたらいいんですけどね。
ちなみに、8月のもうねプレゼント企画のドールはもう決まってるんですよ。もうご用意してありますので、ファンクラブの会員様たちはぜひお楽しみになさっていてください。最後までご覧いただきありがとうございました。ピンクターステックでバービーの一日を今日もお過ごしください。朝バービー日本語チャンネルでした。